ロマン・アナトリエビチ・パブルチェンコは、ロシア・モストフスコイ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはフォワード。1999年に FC ・ディナモスタブロポリでプロデビュー。翌2000年には FC ・ロートル・ボルゴグラードへと移籍し、3シーズンを同チームで送った。その後2003年に FC ・スパルタク・モスクワへと移籍。 2006年2007年と2年連続でロシアプレミアリーグの得点王に輝いた。決定力にムラがあったものの、その決定力を開花させたユーロ2008号は注目され始めた。2008年8月30日にディミタール・ベルバトフの後釜を探していたトッテナム・ホットスパー FC に移籍することが公式サイトで発表された。移籍金は1400万ユーロ。 移籍後は、初の国外移籍、クラブ自体の不振の成果、ユーロ2008の輝きは見せられずにいたが、ハリー・レドナップが監督に就任しての一戦目、ボルトン・ワンダラーズ FC 戦では先制ゴールを挙げ、チームのシーズン初勝利に貢献した。トッテナムでの1年目は、カップ戦では8試合9得点と活躍したものの、リーグ戦では28試合で5得点という結果に終わった。 2009から10シーズン初めには、放出が取り沙汰され、エースローマ、ヘルタ・ベルリンへの移籍が噂されたが、プレシーズンでアピールし残留している。一時は、ジャーメイン・デフォー、ピーター・クラウチ、エイドル・グジョン戦に続く4番目のフォワードであったが、2月の、ウィガン・アスレティック FC 戦で2ゴールを挙げたのを、皮切りに、クラウチを押しのけて、レギュラーに復帰し、ゴールを挙げ続けている。 以前からメンタルの弱さを指摘し、パブリュチェンコを礼遇してきたレドナップも、まるでロケットのようだと絶賛した。また、2010から11シーズンの重要な試合となった UEFA チャンピオンズリーグ2010から11のプレイオフ対 BSC ヤングボーイズ戦では、試合の大部分では消えていたのにもかかわらず、チームを救うミドルシュートを決め、トッテナムのフロントに、 フォワードの獲得を見送らせた。このシーズンはリーグ戦で29試合9得点とフォワードの中では最高の成績を残しチャンピオンズリーグではチームのベスト8進出に貢献した。また同ポジションのライバルであるゲフォーをベンチにロビー・キーン、クラウチを遺跡に追い込んだ。しかし2011から12シーズンは マンチェスターシティ FC でお払い箱となったエマニュエル、アデバイオールの加入もあり、出場機会が大幅に減少。ユーロ2012出場を目指すため、2012年1月31日に FC ロコモティフモスクワに移籍。FC クバンクラスのダールの FNL への降格に伴い、2016年6月25日に FC ウラルエカテリンブルクへ1年契約で加入する。 ことが発表された。2017年5月30日、サンブリーグに新たに創設された FK アララトモスクワへ移籍した。ロシア代表としては U-21 代表を経て2003年に A 代表デビューを飾った。2005年10月8日のルクセンブルク戦で代表初ゴールを挙げる。ユーロ2008では決定力は高くないが、 その調子を生かし前線で体を張り、隙あらばゴールを狙い、時にはミドルシュートを放つ活躍を見せた。最終的には2位イの3ゴールを挙げ、ロシアのベスト4入りに貢献。自身も大会選定の優秀選手に選ばれた。ありがとうございます。